遅い時間まで一緒にこうやって踊っていただき本当にありがとうございます。私自身すごい初めてだったんですけどめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。神田明神音頭を収録した時はこんな風に大勢の方が一緒に踊って盛り上げてくださると思わなかったので本当に本当に嬉しいです。皆さんありがとうございます。あとちょっと個人的になんですけど明日と明後日の18時から18時40分その角のブースでサイン会をするのでよかったら来てください。ありがとうございました。はい、改めまして声優の長谷川玲奈です。皆さんたくさん汗かきましたか？もう私も前髪がどっかに行くぐらい汗を盛大にかけましてもう本当に今年夏の一番の思い出になったんですけど明日明後日も開催されるということなので初日をどんどん超えていけるね勢いでなんかすごいねおたげしてる方もねこっからすごく見えたりとかして盛り上がってますね。ありがとうございます。はい、ぜひぜひ皆さんお祭り最後まで楽しんでいってください。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。改めまして AKB48 の高橋彩音でした。神田明神さんは成人式でもお世話になった大切な場所なのでこうして盆踊りというお祭りに参加していただいて本当に嬉しかったです。皆さんの笑顔もたくさん見れて本当に楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは、太鼓は中学民謡連盟の皆様でした。ありがとうございます。そして盆踊りのガイドは東京大学盆踊りサークルの皆様ありがとうございます。そして今日神田明神音頭を振り付けさせていただきました高橋純言です。ありがとうございました。じゃあ皆さん明日からもまたよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、終わりです。